はい、じゃあ修例始めぞ。とりあえず今日はみんなお疲れ様、よく頑張ったと思います。まあ、結果ね残念だったけど、すごいみんな頑張ってたから、まあもちろん俺はすごいみんなが誇らしいし、なんだろう、まあここまで今日はねみんな頑張ってきたのを俺はちょっと見てるから、本当に誇らしいですみんなのことは。そんなねみんな落ち込まないでな、よく頑張った、頑張ってね、お前のせいで負けたよ。よしよしよし、お前何言ってんだよ、何言ってんだよ、小野寺のせいで負けたよ。やめろって。すいませんでした。ごめんなさい。お前がリレーでバトン落としたから負けたんや。あの競技がどんだけポイント高い競技か分かってんのか。あのミスさえなかったら俺らが優勝しとって。ああ、よしな。誰かのせいで負けたから言うな。もう終わったこともみんな一生懸命やった結果なんだ。終わったこともごちゃ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 言うなよ。先生も見てたでしょ。お、見てたよ。おらおらおら、行くぞ行くぞ行くぞ。終わったこともごちゃごちゃごちゃ言ってもしょうがないよ。わかるか。50m 走はもう最高だったよ。ワンツーフィニッシュだなあ。だってあと2人三脚、あれも吉野と小野寺のペアめちゃくちゃ良かったよ。もう絶対1位だよ。俺が見てきたこの教師人生の中で一番最高のペアだった。早かったし、いやもう最高やった。で、だから借り物競争の田村、お前もう借りまくってたじゃん。お前な、あれすごい、お前練習してたってすごかったよ本当に。で、あれやろ、綱引きもた、あのラグビー部、ラグビー部がもうガンガン引いてくれたからもう最強だったよ。いやもう俺も絶対優勝すると思ってたんだよ。え、あれ、なんで優勝したんだっけ。あ、そう、リレーでバトン落としたんだ。そうっすよ、俺はもう普通に渡したんですよ。普通にあいつが受け取ればいいだけやったのに、あいつが落としたんですよ。小野寺のせいで負けたんですよ。優勝した。なんか言えよ。すいませんすいません、ちゃうねん。もうやめろって。ちょっと強かったっす。ちょっと強かった。あ、何、ちょっと強かったんすよ吉野くんの渡し方が。は、お前何人のせいにしてんの。もうちょっと優しく渡してくれてもよかったじゃないですか、バトンを。俺は先生に言われた通り次のランナーの右手に押し込むように渡して、人のせいにすんなよ。まあ、確かにその責任は感じてますけど、渡す側にも責任はあるんじゃないですか。は？僕が落としたってことは吉野くんにも責任ありますよ。渡してるんだ。いや、俺が変な渡し方でお前が落としたんやったら俺にも責任あるけど、俺はもうちゃんとお前に渡して、お前受け取るだけやって、矢野に落としたお前なんちゃうんかよ。クラスのみんなもお前のミスって言ってたわ。まずな、お前みたいな陰キャがこの一番大事なリレーに出てることが間違いや。このクソ陰キャが出んなよ。よし、もうやめろってよ。もう今あーだこうで言ってもしょうがねえじゃん。みんな頑張ってたじゃん。ちょっと強かった。お前黙れや。次言ったらしばくぞ。ちょっと強かった。もうしばくぞお前。もうやめろってもう。強かった。もうわかったやめろ。でリレーはそれはもうそれは残念だったけど、ほら騎馬戦だってまあ1位だったよな。だって他もさっきも言ったけど、借り物競争も綱引きもまあ 50m 走も全部1位もね、よかったのに、ね、リレーかな。リレー、いやリレーがなかったらなあ。なければよかったもんね。
ほとんどの競技で1位やったし、リレーだって別に1位じゃなくても2位とか3位やったら俺ら絶対優勝しとったやん。やのにリレー最下位やん。なあ小野寺、お前あれなんやって。小野寺何してんねん。おい行けって、走れ。おい小野寺、おいまだ終わってない、早く。おい何してんねん。おいお前な、100歩譲ってバトン落とすのはええわ、でもすぐ拾って走れ。全然チャンスあったやん。なんでやめんねんお前。ああもういいだろ、よしだ。だって先生、走ったら俺ら優勝やったんすよ。うちはそれは分かるけどな、小野寺、そのなんであそこで走るのやめちゃったんだ。諦めました。は？諦めたってなんやねん。お前落としてもすぐ拾って走れよ。みんなで繋いだバトンやん。お前足早いんちゃうんかい。あっこから行けたやん。全然チャンスあったやんけ。そのバトンを落としたことに悔しくなっちゃって諦めました。このバトンのことに関して言うと俺の責任だ。申し訳ない。まあ選手も即席で決めたし、バトンパスに対して強く押し込んで渡すっていうのは、そう、俺はそれだけをね伝えちゃって、まあその付きっきりで練習しなかったりとかしたからこういうミスが生まれちゃったと思って、本当に申し訳ない。ただ一個気になることがあって、その諦めちゃったランナーがいるよな。まあそれはちょっとどうかなと思うし、まあみんな一生懸命やってるし、みんなで繋いだバトンじゃんか。だから、まあ、答えにくいとは思うんだけど、小野寺、その、なんで途中で、いや、諦めちゃったんだよ。その理由だけちゃんと教えてもらいたいんで。ちょっと諦めたっていうのには少し語弊がありまして、走れなかったんですよ。体育祭前日から、アンカーとしての責任、そして生徒会長としてこの体育祭を成功させなければいけないというプレッシャーに押しつぶされそうでした。そして本番、バトンを落とした瞬間、頭の中が真っ茶色になりました。普通白やろ。大体白いじゃん。そして体が走ることを拒絶しました。だから諦めたっていうのにはちょっと語弊があります。ちょっと走れなかったです、ごめんなさい。お前そんな重圧と戦ってたんだな。それはちょっと先生も知らなかった、ごめんな。僕がまあバトンを落としたっていう事実は変わらないんで、本当にすいませんでした。反省してます。いや小野寺、俺もお前がそんないろいろしょってやってると思ってなかったから、それはマジでごめん。強く押し込むってなんやん。なんで僕は強く押し込まれたんだ。あのアドバイス何やったんや。普通に渡してくれたらよかったのに。ましてや緊張してる小野寺に強く押し込むなんてよくなかった。優しく渡してほしかったな。おおお前どうしたなんかなかった。先生のせいで負けた。吉野くんは先生のアドバイス通りにやっただけだもんな。これ俺ら悪くないんじゃん。え、吉野くんは先生に何て言われたの。次のランナーの右手に強く押し込むように渡せ。強く押し込まれたら取りにくいよね。俺ら陸上部じゃないしな。
絶対にもっといい方法があったと思うよ。さらに僕先生がそんなこと何も聞かされてないもん。ってことは、え、俺のせい？バトンに関して言うとやっぱ、まあ、さっきも言ったけど俺もあのアドバイスが不十分なところがあったから、そこはやっぱり本当に申し訳ない。でも俺その陸上部の人にちゃんと聞いたから、アドバイス自体は間違ってはないんじゃないかなとは思ってるんだけど、先生も俺らのために陸上部にアドバイス聞いたりしてくれてたんですよね。うん、やったら誰が悪いとかないっすね。ごめん小野寺、ごめんな。いや、吉野君が体育祭にそのかけてる思いっていうのは知ってたし、今回はまあこれは仕方ないことだと僕は思いますよ。いや、俺も先生に強く押し込めって言われた時にお前に共有してなかったし、お前がアンカーやからもう誰にも渡さへんと思って言わんかったのは俺やから、それはマジで、僕も本当に諦めちゃって、あれ、いや、クラスに迷惑かけたんで本当すいませんでした。いや、あれ、俺リレー出る生徒全員にそういう風に伝えろって言ったんだけど、西崎に伝えません、忘れちゃいました。